はいこちゃん、二日酔いの漁師浜湯です。今日はですね、近くで花火が上がるんですけど、その花火の近くに網を仕掛けてみたら、花火の音で魚がねビビって網にかかるんじゃないかということで、花火の、めっちゃ近くは危険なので、そこそこ近くにねやっていきたいと思います。だ花火も見れますよ。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあ尺稼ぎ長靴を履いて、で尺稼ぎライフジャケット、で僕は末端冷え性の漁師なので防寒テムレス、これ高いけどねいいんですよ、すごい。はい、で花火の船も来ておりますね。こっからこの台船から上がります。で今日はですね、磯立てって言ってメバルを取るやつを仕掛けます。だからメガコンマインで、あんま 大物はねちょっと期待できないんですけど、はい、じゃあこのクソ重たい網を持ち上げて、じゃあ船に積んでいきます。でこちらを船に積み込んで、よっと、はい、じゃあメインスイッチ入れてドライブを下げます。はい、でエンジンかけます。はい、じゃあ出航していきます。はい、じゃあ行きます。はい、でポイントにやってきました。あちらの台船のね真岡です。で花火が上がるとこのちょうど真岡にやっていきます。はい、じゃあ磯に網を入れていきます。入れていきます。よし、はい、じゃあやっていきましょう。さあ花火の音でビビるか。はい、じゃあこれで網やりは完了です。よいしょ、帰って夜まで待ちます。はい、じゃあ暗くなったので海の方に出てきました。であちらの方でですね花火が上がるんですけれども、それまでちょっと、ゆっくり待ってみたいと思います。果たして花火でビビるのか、マグロが取れるかもしれない。わー、はい、で6時37分始まりました。おー、真上だ。うわー綺麗。すげえ大迫力ですね。うわーでかい。でこの音に反応してね、盗難防止の車の音が丘で鳴ってます。いやもうほんとすっごい地鳴りで、これ多分魚もね逃げると思う。永遠にねブザーが鳴ってる丘の方で、車の。めっちゃ高い。明るでか、最後見たかったあれ。はい、めちゃくちゃ綺麗かったですね。ですっごい音だった。じゃあ早速ね、網をくりに行きたいと思います。はい、じゃあ早速網を上げていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。さあ網が上がってきました。もうほんとねついさっきそこでね網が上がってたんですよ、花火が。お、早速1匹目、こちら黒メバルですね。いやほんとねめちゃくちゃな、なんだっけ、地鳴り振動すごかった。逆にメバルもビビって中逃げたかもしれないね、石の中とか。いやー連続というか次が来ないですね。お、1匹目来ました。1匹目じゃない、2匹目か。これスズメダイですね。僕はオセンって呼んでます。お、なんだこれは。これはタイですね、タイ語です。まあリリースサイズですねこれは。お、またタイ語。お、またタイ語だ。タイ語3連チャンですね。お、そしてこちら新しい顔です。でこちらタナゴですね。煮付けもうまいし塩焼きもうまい。いやそれにしても少ないですね。磯にはかかってるんだけどな。お、なんだ、お、またタナゴだ。お、アコウだ。こちらちょっと小増しなアコウですね。まあちょっとそれだとリリースかな。でもさあもっとでっかいアコウ来い。まあ場所が場所なんで あんま期待できないかもしれません。またタイ語です。いやー花火の効力ないな。僕の心を癒してくれたという感じでしょうか。いやタイ語が連チャンです。あ、で新顔来ました。でこちらはね多分ヒガンフグみたいなやつ。これね僕さばけないんですけど美味しいです。よいしょ、またタイ語だ。タイ語ばっかりだな。あ、またタイ語だ。さあもう網も残り少なくなってきましたよ。お、なんだ、お、タイの親だ。
太陽や太陽やいいですね。よう超えてますよ。しっかりと超えた太陽親が来ました。これも花火効果でしょうか。でこちらはウニですね。ウニ、紫ウニ、まあここらの紫ウニはね、基本的に身が入っておりません。でタナゴで新しい顔、ガシラですね。でまたメバルで、さあ網を残りあとわずか。うん、メバルもほんと少ないな。ここめちゃくちゃいたんだけどな。逆に花火で逃げたか。お、新しい顔、こちらグレですね。これ冬の時期になるとめちゃくちゃうまいです。さあラストスパート、なんかこうい、はい、これで網くりは終了ですと。はい、で網くりが終了しました。取れたものがこちら。まあこちらって言ってもわからないんで、ちょっと外していきましょう。いつものね、無修正一つ外しでやっていくのはこちらのマダイ。マダイはですね、なんだろう、結構まあ外し方の中ではポピュラーな方にはなるかな。ただやっぱこういう感じで、このなんだろう、網の中に入ってるのでかわしていかないといけないんですよ。目から抜けないやつは網をね、こうかわしていきます。で網がこれ多分3回ぐらいかぶってるんですけど、まずこれ1つ目の網をかわしてあげて、で口周りとかもかわして、で今これ、残り網が1枚となりました。1枚となったら、この入り口をね、こう一番上を剥いで探していくと、ここに入り口があるのでこれを取ってあげて、はい、これで見事な、パンパンのマダイが取れました。でこちらのマダイを生かしていきます。うん、はい、じゃあこれら外していきます。はい、じゃあ全部の魚が外せました。じゃあ見ていきましょう。まずこちらがアコウ、キジハタですね。もう一番行くだけは取れてないので、こちらはリリース。でこちらタナゴ、美味しいです。それからガシラにスズメダイ、グレにクロメバル、オキソメバル、でこちらの可愛いのは多分ヒガンフグで、タイゴが数匹ですね。これは逃がします。リリース。はい、じゃあ花火の影響があったのかなかったのか、ちょっと全然わからない量でしたけれども、これはねもうおかずにして、とりあえず今日は帰りたいと思います。はい、というわけで花火漁が終わって帰ってきました。いや花火はすごく綺麗かったんですけど、あんまり取れ高が少なかったので、今回調理する食材がこちらですね。オキソメバルとタナゴでございます。で今日はですね、タナゴとメバルを刺身と、こちら小さいの2匹を炊いていきたいと思います。で結構知られてないんですけど、メバルってね、煮付けよりも実は取れる身は少ないんですけど、刺身の方がうまいんですよ。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあ観察していきましょう。メバルの名前の由来なんですが、このように目を大きく見張ることからメバルというらしいです。でこれ僕オキソって言ったんですけど、若干黄色みがかってて、ちょっとオキソじゃないかも。で鱗はすごいこんまいで、口周りに際はなしですね。まあ、でも肉食です。でこちらの可愛いお顔がタナゴさん。名前の由来がなんか田んぼのね、子供でタナの子、タナゴってね呼ばれるのが一般的らしいです。他にも由来はあるそうなんですが、あとねこのなんだろう、鱗はねメバルよりはちょっと癒着が強いなって感じですが、細かいです。でまあ見た目の通り、この子ももちろん牙がありません。はい、じゃあまずは鱗を取っていきます。まずタナゴで、タナゴだったらもうね包丁で十分です。ほら、はい、でタナゴの鱗が簡単に取れたら、次はメバルです。メバルもタナゴ同様包丁でいきます。これも包丁で簡単ですね。でメバルも取れたら、はい、じゃあまな板にあげて、じゃあまずは煮付け用にこちらの小さめのタナゴやっていきます。でもね、新鮮なお魚っていうのは無理にね、僕はエラ取らなくてもいいと思う。で腹を出していって、まあ、ケツの穴からこう包丁入れて、でもここまでいっちゃう。でパッと開いて洗うだけですね。でさっき取らなくていいって言ったんですけど、もうここまでねガパッと開いたら、正味指で簡単に取れるので、まあ取ってもいいかも。でもう一匹も開いて、こちらのお腹をきれいにして、で次染み込みやすいように切り込みを、両面にですねクックッと入れていきます。じゃあこれらを鍋にもう入れちゃってですね、コンロにセットして、で今回特別に視聴者さんにいただいた酒をちょっとだけ加えます。
で今回コク出すためにもうね水は使わないでおこうかなと思ってて、あ醤油の前にみりんだった、まあいいや。でまずみりんで、同じくコク出すためにヘビーユーザーをちょっと入れます。うちではね昔からあのだしの素をね入れるんですよ、魚の炊くに。魚やのにだしって思うかもしれないんですけど結構いいんですよね。でいい感じの色になったら加えない人もいると思うんですが、僕は砂糖を加えます。だって甘い方が美味しいんだもん。で強めの火にかけて、でここに落とし蓋をしてですね、で包丁で真ん中に穴を開けてあげます。で次はタナゴとメバルのお刺身なんですけど、まあなんだろうな、姿作りっぽくやってみましょう。じゃあまずタナゴのお腹を今度は、エラの方から出して、これでいけるかな、なんかプロがこうやってやってるのを真似て、で真似て満足したら手で取ります。でメバルも同じように腹のとこ切って手で取っていきます。お子持ちだ。これがね12月過ぎてくるともう痩せてきちゃうんですよ。はい、じゃあ姿作り風なので、まあ頭を落とさずにですね、ここまず斜めに包丁入れてあげて、でここ背中から包丁入れていきます。うーっと、メバルはね骨が柔らかいんで注意して、こっち返して、でこっち切れ込みで、ケツのとこから包丁入れて中までいったら、よしこれであばら骨も断ち切って反対ですね。はい、こんだけ。じゃあ次はタナゴ。問題はタナゴですね。僕はタナゴの刺身はもう転生前ぐらいしかね確かやったことないんじゃないかなって。でタナゴも同様に背中から包丁を、入れていきまして、でこうやってね中までほらすんごい中まで見えました。で中まで見えたら返して、まあここ切れ込み先入れてあげて、同じようにケツの方包丁を入れていきます。でこうやって中までいって、でここ残しておきます。ほんで返して、こう同じように切れ込みを入れて、でこっちの方、包丁入れていくと入れやすいんですね。ちょっと待ってね、入らないや、あれちょっと待って、リカバリーします。僕のチャンネルリカバリーしてなんぼみたいなとこあるんで、リカバリーせんかったら逆におもんないとかねありますので、こうやって中までほらリカバリー完了ですね。いったらこう返してあげ、返さないんだけど、あばら骨断ち切って、あ尻尾側ですね、切っていきます。でこんな感じ。じゃあ次はタナゴのあばら骨を取っていきます。こっから包丁入れて、シャーッと横にですねスライディング、でこっちは反対から横にスライディング、はい OK。 で次はメバルの腹骨を取っていきます。でそのままメバルのですね皮を引いてあげます。端の方からジャコジャコジャコと入れてあげて、一度歯が入ったらスーッとスーッとギコギコはいたしません。はい、こんな感じ。まあ元ネタ知ってる人しかわからないんですけど、はい。でこれはちょっとね皮を炙ってみようかなと思います。でタナゴもですね、なるべく端の方から包丁をギコ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 と、おうまくこといけた、およし、はい。でここはリカバリーと、はい、こんな感じ、綺麗ですね。タナゴ、メバルを入れて、でみんな大好きおばあちゃんをちょっと振ります。先に軽く身の方を炙ってあげて、で身をちょっと硬くして皮をやると丸々憎いかな、気持ち。で続き、OK。 でこれは冷蔵庫で冷やしておきます。はい、じゃあお皿を用意して、ちょっとねいい感じにぽく刺していきます。なるべく身噛んだろうがいい、よし、まあこれでいこう。でお皿にのせて、でメバルも置いて、で適当にまあシソを置いてあげてですね、よいしょ。でこちらの炙りじゃない方は血合い骨を取って、で腹側は1枚、でこちら側のここち側は2枚これで OK。 で魚種ごとにのせていき、で炙りも切って、で炙りものせていきます。はい、でなんやかんやあって美しいメバルとタナゴの刺し盛りが完成です。はい、でなんやかんやあって煮付けもうまそうにできました。はい、じゃあ見事なタナゴを盛り付けて、パーッで特に意味はないんだけど、みょうがとネギで軽く映えさして、
はい、こちら浜湯のタナゴの煮付け完成。はい、じゃあもう調理もねできましたんで、当然これには美味しいお米が必要ということで米を出していきましょう。で今現在5分前なんですけども、ね、5分前、これじらしタイムなんでいけます。じらしじゃない、蒸らしタイムで米もついで、はい、それじゃあ小通り、はい、それじゃあ浜湯特製花火定食の完成です。メバルとタナゴの刺し盛り炙りにタナゴの煮付け、それから5分前のほかほかご飯。それじゃあ宴を始めようか、ゴールデンタイム。いやうまそうですね。はい、それではいただきます。というわけでゴールデンタイムしていきましょう。グレート。はい、じゃあまずはメバルの刺身。いやメバルの刺身はね一回やってもらいたいですね。ほら、うまい。で、炙り、これはね、僕も初めてなんですよ。うん、香ばしい、香ばしい。やっぱ米に合う。ただね、やっぱ中骨は取った方がいいかも。結構ね、強いんですよ。あ、忘れてました、乾杯。最高。で、タナゴですね。いや、これを食べるのは僕も転生前だから覚えてないですね。うん、なんかメバルとは違ったねっとりとした旨味があって美味しいですね。タナゴの刺身全然ありです。で、当然初のタナゴの炙り、うん、美味しいんですけど、やっぱね、小魚とはいえ血合い骨は取った方がいいですね。この子たちやっぱ特別強いね、この大きさでやれても。うん、ただやっぱ美味しい。味はね、濃い。はい、それじゃあタナゴ、いやうまそうですね。うん、わ、味付け神だな。最近の若者言葉でこれは神ってるぞ。いや、これいいかあのね、身がメバルとかって結構こう大きいブロックの身って感じなんですけど、タナゴって細かい細い糸状の身がもう無限に絡み合ってるみたいな感じで、口ほどけもいいし、パサつかないし、繊細なね味わいがするんですよ。ぜひね、タナゴ食べてみてくださいで、この甘辛く煮つけた卵ね、卵じゃない、タナゴですね、当然ご飯にも合います。うん、うまい。煮つけがね、おかずになるんですよ。うん、それで炙りとかもね、あの少々の血合い場にも米で流し込めば全然大丈夫。うん、最後にビール。あー、ちょっとなんか炭酸が来て飲めなかったおっさんになったなはい、それでは花火定食美味しかったです。ごちそうさまでした。まあ花火の要素ないんですけど。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。美しい花火に美味しいね、タナゴとメバルの花火定食楽しかったですね。それでは皆さんまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。